皆さんこんにちは、大堀123でございます。ギターのテクニック的な話をしているというところなんだけれども、コード一つとってもほんのちょっとしたことを加えるとまたいろんな広がりができるというところからスタートして、循環コードというかコード進行の中でもそれができるよというふうなお話をねしているというところなんだけども、この1本2本ぐらいはコード進行というものをメインにちょっと重点を置いてねやってるというところがあるんだけれども、こうかっこよくロックにというところをテーマに、やってるというところがあるんだけれども、今回もまたその路線で行こうじゃないかという話なんだな。やはりコードがメインというところもあるから、この左手の動きというものをよく見ていこうねということで、メインとなる E のコード、そしてサブになるんだけれど A のコードというところで、今回も鍵になるのがまたまた小指の動きなんだね。小指の動きをうまく使うことでちょっとかっこよく見せることができるんじゃないかというところなんだな。あーこれはまたいいぞっていうことなんだけど、まずね E のコード見てみようということなんだけど、もちろん E からスタートなんだけど、その次がねこのね2弦の2フレットを小指で押さえてこういう感じ。まあコード名が一応つくとすれば E6 にはなるんだけれども、その次がねこの小指を今度はね2弦の3フレットに持ってきてこういう音、まあこれもコード名が一応あるにはあるよね。正確に言うと E7 というところなんだけど、2弦の2フレットに戻って、そして2弦の開放にして E に戻るっていう感じだね。かっこいいなこれ、もうロックの音の流れだね。あーかっこいいね。この E のコードをベースにして2弦の2フレット3フレット開放が出てくるというふうに思ってくれたらいいんじゃないかなというふうに思うけどね。その次が A になるんだけど、当然ねスタートは A からなんだけど、4弦の2フレット3弦2フレット2弦2フレットをそれぞれ人差し指中指薬指という形で押さえるというフォームが今回は使いやすいんじゃないかっていうことなんだけども、でその次にこの今離れている小指があるけれども、それをね1弦の2フレットに持ってきてこういう音だ。まあ正確に言うと A6 ということになるんだけど、そしてその次小指を今度はね1弦の3フレットに持ってきて、いわゆる A7 なんだけどこういう音になるわけだね。そしてその次またね今度はねこの小指を1弦の2フレットに戻してこの音だ。1弦2フレットの小指を離して A に戻るっていう感じなんだね。するとどういう動きになるかというと、あこれもいいね。付属したその音の流れっていう風に思ってくれた方がまあ早いかなと思うけどね。もちろん最後はねメインとなる E のコードでガーンと締めたらいいんじゃないかなっていう感じだよね。って話でしょ。2弦と1弦の2フレット3フレット動かしていくというところがあるだけなんだね。運指としてはそんなに難しくない流れなんじゃないかなと。これは実はねこの指の動かし方の方がもっとポピュラーだと思うんだけど、この通常のロックの動かし方であるこの音の流れっていうものを2弦だったり1弦だったりに持ってきたと、 E だったら5弦の今のメロディーの流れを要するにこう2弦のメロディーに持ってきたっていうふうに思ってくれたり、 E においての2弦の動きとこの5弦の動き、オクターブ違いであると思うんだけれど同じ音なんだよね。 A だったらこの4弦の動きね、要するに1弦に持ってくるとっていう風になる。この音と一緒っていうことなんだね。低音弦を使うというところが、ロックって結構かっこよかったりするんだけど、コードを鳴らしながら音の動きをはっきりさせたいなと思った時によりロックなものとして際立つんじゃないかという風に僕は思うんだね。それを踏まえていろんな角度で見ていこうというふうに思うんだけど、
今左手の動きをいろいろ示したけど、具体的な右手の動きを拡大して見てみようかと思うんだけど、8ビートのリズムなんだけど、このダウンストロークがメインというところでね、やっぱりこうこの動きね、今のリズムっていうものを左手の運指に合わせながらやっていくと、低音の弦を右手のこの辺りでミュートしながらね、1弦と2弦と3弦はあんまりミュートしないでやった方がいい。なぜかっていうと、今回の左手の動きがね、やっぱり1弦と2弦にその運指が集中してるので、その音をはっきり聞こえた方がいいだろうというね。最初はこう低音弦をガンガンガンとこうミュートしながら鳴らしながら、運指が出てきた時に高音弦を弾くみたいな、こういう感じ。聞こえるっていうのはものすごい最高の瞬間だと僕は思うのね。やっぱ音がはっきりポンと聞こえると、あ、なんかいいなっていうふうに思うわけよ。まあ皆さんも今ね、こう動画を目の前にしてこうギターを持ちながらやってるんだと思うけどね、まあそうじゃないっていう人いるのか分かんないけど、まあいろんなシチュエーションで見てると思うんだけれども、楽しんでいただけたかな。ね、ぜひ皆さんもレッツトライというところでね、また次回の動画でお会いしたいというふうに思うね。大堀一人さんでした。それでは。後ろ向きに考えすぎて、どうせ遠い